こんにちは、勝間です。今日英語の勉強をして、気がついた2つの単語および慣用句ですね。それについて少し、ご紹介したいと思います。最初は Nature、 まあ自然ですよね。自然とか天然とかということですね。そして、ある文章を読んでいて、そのネイチャーが出てきて、自然と訳すとどうもおかしいなと思って、辞書を引いてみたら、自然とか天然とかの他に、本質、性質という意味があることを知りました。その辞書の中で、Nature calls me、 自然が呼んでいるですね、という身近な文章が出てきたんですね。そこで思い出したのですけれども、もう大昔、何十年も前に、数人で 4,5 人で、中に女性も含まれていて、ハイキングに行ったことがあります。その時一人の女性が、姿が見えなくなり、あれ、彼女はどこ行ったんだろうと聞いたところ、どなたかが自然に溺れて行ったよみたいな会話をしたことを思い出しました。それは要するに、彼女はトイレに行きたくなったんですね。そして、どこかへ行ったということですね。それで、インターネットでどっちが先なんだろう、ね、英語、まあ、または英語でも日本語でもやっぱりそういう表現をするのかなと思って調べてみたのですけれど、インターネットに出てたのは英語が、英語の表現が基本だみたいなことが出ていましたね。 Nature calls me、 自然が呼んでいる。まあ、その何十年も前にそういう話をした相手がそんなに英語に興味があったとは思えないのですけれどね。日本にも日本の言い方として自然が呼んでいるがあったのではないかと僕は思います。 I have to answer a call of nature。 今自然が僕を呼んでいるから、それに答えなければ、なんて言って森の中へ姿を消していく、そんな感じですね。そしてもう一つ、もう一つは Window of Opportunity、 Window of Opportunity、 難しい、 Window of Opportunity、 機械の窓、直訳すればね。これもまたなんだか意味が分かりませんでした。でもこちらはその Window of Opportunity で辞書を引いてみたら、答えが出ていましたね。絶好の機会という意味だそうです。ちょっと分かりませんよね。機械の窓、絶好の機会だという時に Window of Opportunity、英語面白いですね。日本語だって負けずに面白いはずなんですけれども、こんな感じでこれからも勉強していこうと思います。それではまた次の機会にお会いしましょう。バイ。